来るがよい。必ずや生きて帰る。 この命を下す日が来ようとは。引け、フーマ！ わしに手柄を譲る必要はないぞ。 弱点を晒すな。 任せろ。お前の働きを無意にはしない。 勝負、貴殿と拙者の一騎打ちなり。東に火、ボス。時にはそんな幽谷もあるぞ。家康様こそ明日に光をもたらすお方。どこの出身だ。伊賀か甲賀。押し黙られて冷や汗をかいたのは初めて。 お前ほどの忍びを持つ主君さぞや名君なんだろうな。頼んだぞ。いつも通りに展開すればいい。 三河の小さな子がここまで育ったように。来たよ。絆を上げて大きくなれ。比喩ではござらぬ。あの手の火は10万を超える。お前たちの気が済むまで全て相手しよう。お守りくだされ。生八幡大菩薩。 逃げも隠れもしない。わしの席はここだ。東を背負っているのだ。早々は破れん。当てに忠勝の動きを見てきたわけではない。 その顔、引けぬ理由があるんだろうな。祈願はしておいた。あとは勝つだけだ。必ずや。この戦場でただ一人武器を持たない男。俺は一人あらず。 物抜けにそういない。
わしを倒すこと、食いる必要はないぞ。負けられない理由はあるさ。もう以上は確実に。わしは人なろう。夜をも癒せる人なろう。落ち込むのをやめた。変わったのはそれくらいだ。貴殿と家康様、望む世は同じはず。まずいかも。の天下など寂しいだろう。まず笑えばいい。難しくはないぞ。家康様が手を伸ばすなら我らは足となろう。お前にも見てほしいな、わしが起こす時代を。これまでに殴った数は忘れてない。本当だ。この拳を恐れぬ者からかかってこい。強きも時には死ぬ。人は弱くてもいいんだ。行こう。憎しみのその向こうへ。ずっと一緒に歩むんだ、家康様と。恐怖も力もいらない。わしは人でありたい。
誰よりも見続けてきたのだ。英雄たちの背中で。信長公、秀吉殿、あなた方のその先へ。情けなくていい。情けがないよりずっといい。三河の小さな子がここまで育ったように、人よ、絆を浴びて大きくなれ。比喩ではござらぬ。あの手のひらは10万を超える。お前たちの気が済むまで全て相手しよう。逃げも隠れもしない。わしの席はここだ。東を背負っているのだ。早々は破れん。伝説の忍びを少しは防御を覚えるのだ。伊達に忠勝の動きを見てきたわけではない。お前のその顔、引けぬ理由があるんだろうな。みんなの足があればこそここまで来れたんだ。わしの負けたな。なんだそれは。わしにか。どれ。なんだ、同盟の提案だったのか。そうならそうと早く言えばよいだろう。いやー、まったく、さっきは死んだかと思ったぞ。同盟の件了解した。お前のような忍びが仲間になること心強いことこの上ない。北条殿にそう伝えてくれ。お前たち、これより遠征に行く。準備はいいか。はっ。あいやまかねよ徳川殿、この件は府将北条氏政にドドンとお任せくださり。さてと、行くのじゃ風魔。そう、お主じゃ、お主。